第五忠政は、江戸時代末期の苦行、停心。御用税天皇の男形七世子孫である。人工天皇、公明天皇、明治天皇の三帝に渡り使え、には、生に意見大納言まで登った。明治時代には、政治家となり、特に初代大阪府知事として知られる。父は内大臣、第五輝博。母は、関白、高塚させい氏の娘。子に、 第五忠国、第五忠孝、一条忠帝、第五忠直を、娘にし子、親子がいる。1820年に、実子の忠義を失い、後継ぎがなかった、照広であったが、10年後の天保元年、その照広に、待望の第二子である忠政が生まれた。よく天保2年には家督を譲られて助爵以降、聖画家当主として早いスピードで累進し、自重。 左小野家剣少々、左小野家剣中将を経て、天保十四年に十三位となり、苦業に列する。安政二年の公明天皇の先行に際しては、お筆中将として天皇に愚部。第五課は、馬沿い四名、舎人二名、随身四名、増式四名、傘一名の計十五名を用意した。年に父、が亡くなった後、 文久三年に、県大納言に任じられる。慶応元年には、東化世知恵内弁を務めた。明治新政府では、三葉を務め、慶応四年に1月22日に、大阪賃代、27日に、大阪裁判所総督に任命された。その後は、初代大阪府知事となった。後に家族に列した。旧姓画家として公爵に助せられている。晩年は隠居し、 家徳は、長男、忠告が病弱ということで、次男、忠孝が継いだが、1899年5月23日、この家徳相続が原因となり、東京府岡地町にある自身の邸宅にて、この忠孝が、おいの角太郎に射殺され死亡するというスキャンダルが発生した。忠孝の着男、忠重はまだ幼少であったため、忠政が再度当主となったが、 翌年、忠政も亡くなった。母書は、青山霊園に一路マイナス八。第五課は、一条、秋の子である、第五冬本をしそとし、聖画家の一つであった。ありがとうございます。